M75 装甲兵移入送車は、アメリカ合衆国の装甲兵移入送車である。M75 は、1952年12月1954年2月に、かけて生産され、朝鮮戦争に投入された。アメリカ軍の任務において、本社はより小型で停電そして、水陸両用機能を持つ、M59 装甲兵移入送車によって代替された。また、 M75 は軍事援助としてベルギーに供与され、これらの車両は1980年代初期まで使用された。本社の概算コストは72000ドルであり、早期の生産停止に寄与した。車両の外形が高姿勢であることもまた否定的な要因となった。加えるに、空冷エンジンの吸排機構は消火器に弱いとも考えられた。しかし、 本社の駆動機構の信頼性は、後継となった M59 装甲兵員輸入装車の、それよりも、はるかに有料だった。第二次世界大戦終了時に、M18 戦車駆逐車を元とし、M44 と呼称された、早期式で完全に密閉式の、装甲兵員輸入装車が開発されていた。この M44 は、非常に大きく、戦闘重量が、 約 22,950kg もあり、24名の不評と操縦士、報酬、社長を輸送した。本社は戦後にフォートノックスとアバディーン性能試験場で評価試験を受けたが、陸軍は最終的に M44 が大型に過ぎるとして拒絶した。この時、陸軍の戦術競技では10名からなる不評分隊を必要としていた。 この結果、M44 は、数量の実が製造され、いくつかの補助的な任務についた。1945年9月21日、分体規模の走行兵輸送車のために一連の仕様が定められ、この車両は、T43 カーゴキャリアーの車体を基礎としていた。1946年9月26日、4両の試作車両の製造のために、 インターナショナルハーベスターコーポレーションと契約が結ばれ、T18 走行を多用途車両の開発が承認された。原型の T18E1 は非武装であり、M13 キューポラに M20 機関銃が装備され、評価される前までは高いキューポラが多様な基銃マウントに換装された。原型のモックアップには、2機の遠隔操縦式50、 後継銃機関銃が装備されていた。これは、社長や2名の銃手によって、遠隔照準できるもので、固有の乗員を含めた、相当乗人数は14名だった。試作1号車、T18 では、副操縦士を1名削除したが、遠隔操縦式の機関銃は残された。T18E1 試作車は、非武装となり、社長のための高いキューポラを備えた。 この車両はしばしば試作番号4と呼称される。T18E には、車長用キューポラを T122 基銃マウントに換装しており、これは30口径、または50口径の基銃を装備した。試作車両は6気筒コンチネンタル AO-895 からに空冷ガソリンエンジンにより駆動され、これは、車体側面のグリルを介して廃棄した。このエンジンは後に、 T18E1 用の AO-895 から4に乾燥され、車両前方から水平に配管されたパイプを通じて廃棄された。M75 は M41 系戦車と車体や干渉機構の部品を多数共有し、また、コンチネンタルクレーエンジンで駆動していた。本車には超新地旋回などが可能な、クロスドライブトランスミッションが装備されたが、 ソーダは2本の垂直ハンドルを介しており、初期型車両の速報への操縦は、クラッチブレーキ方式を想定していた。1952年、受領試験後に、D18E1 は、M75 として、生産に移るよう命令された。M75 もまた I イチェシーで開発され、契約では1000両が、I イチェシーに割り当てられ、730両は、フードマシナリー&、 ケミカルコーポレーションに割り当てられた。製造中にコスト削減と複雑な設計に対し、いくつかの変更点が設けられた。両側面に、それぞれ4箇所というショックアブソーバーの数は2箇所に半減にされ、また、補助発電、暖房装置は撤去された。2機のゴム製75ガロン燃料タンクは1機の金属製150ガロン燃料タンクに換装された。 製造が中止されるまでに1729両が生産された。M75 後方より M75 は構成車体を溶接で組み立てており、走行圧は2.5から3 8トルと異なる。車体正面の走行圧は4から5トルの厚みである。車両総重量は約 19, 1 9 0 5 1ラム M75 は、後のアメリカの走行兵に輸送車とほぼ同一のレイアウトで作られている。操縦士は、車体前方左側に座り、彼の右側には、空冷水平対向6気筒コンチネンタル AO-895 から4ガソリンエンジンが位置する。操縦士には4機の M17 ペリスコープと、後期型では、M19 ンシペリスコープが与えられた。 エンジンと操縦士席の後方には、車両中央に車長が位置し、ハッチ周辺には6箇所にビジョンブロックが配されている。社長のキューポラには通常、M20 機関銃が装備され、弾薬1800発が車両に搭載された。社長の後方の大きな区画には、不評が登場した。追加として、M20 スーパーバズーカ1門。 ロケット弾10発、1丁の M1、または M2 カービン、また、小銃用、弾薬180発が装備された。エンジンは、2660rpm において、最大、約295馬力を出力した。これは、本社に、時速 69km の最高速度を与えた。 本社は568リットルのガソリンを携行し、約185キロメートルの航続距離を発揮した。本社には両側面に5個の天輪と3個の上部天輪が装着されている。ありがとうございます。